していただきます。それでは最後の試合まいります。いくぞ、ハムのヘアレッツロック。はい、1回戦ラストの試合、登場いたしますのはイグス前回優勝者小川選手、対しましてアリ選手。さあ、弟が通過したということですが、ぜひここはお兄さんも頑張って1回戦通過を狙っていただきたいと思います。当たるキャラはファウスト対エディ、生きることどちらが勝つでしょうか。まずは開幕、間合いを取る両者。なおファウストは日本大会唯一のプレイヤーですね。さあ、両者の熱いバトルが続いている。優勢に攻めているのはなんとアリ選手。しかしながら小川をダウンと投げ込んでいく。バックスなドリル、壁を背負わせ攻める小川。青キャンから、そして集中投げと、さらに前大会より強さを身につけ、さあまず1ポイント先行。さあ、やはり前大会優勝者は伊達ではない。その強さを入念に見せつけます。さあ、しかしながらここはアリ選手も負けてはおられません。さあ、1ポイントを取り返しにいきたい中、さあ空中ドリルスペシャルまで入念に持っていく小川選手。オガニー作ですか。さあ、固められるアリ選手、ここでスラッシュ。1回戦突破は小川選手、おめでとうございます。ただいまの試合勝利いたしましたのはエリー使いの小川選手でした。おめでとうございます。